はいどうも、中年パテモソでございます。というわけで今回でおっさんの夏休み2022、はい、デイ4で、はい、最終日となります。いやー、1日1本ずつにしていくって大変だわ、編集が。これは1日目の編集してますね。はい、でそれアップロードの準備をして今から出ていく、おばあちゃんの G スポット。というわけで今回オープニングでありませんあんま撮れてなかった、オープニング用が。というわけでウォーキングを兼ねて、いつも車で行っている、まあ、銀行とかね、工務店とか、あとはいろいろその他もろもろ買い物とかね、はい、歩いて回ってみようかなということです。まあ、思い出の地も個人的には回ってきました。小学校の時の通学路であったり、中学校の時の場所とかね、中学校の場所の方とかね、いろいろプラプラしながら買い物をして、いつも行かないね、コープに行ってきたんですけどね、はい、買い物して帰りました。これね、通学路だったとこなんですけども、全然見た目が変わってたな。面影ないわ全然。はい、まあというわけでね、結構いいもんですよ、地元をね、ガキの頃歩いてた、通学路とかをあえておっさんになってから歩いてみるのね、ゆるい時間も大事でございます。まあ、というわけで帰ってまいりました。まあ、猫ども飯食ってんでね、こんなもんですよ。サンボなんか出てこへんもんな。愛想ないわ、ほんと愛想ない。まあ、というわけで用事は済みましたので、これはね、帰ってきてね、 T シャツ着替えました。汗かいてたんで T シャツ脱いで新しい T シャツに着替えたって感じですね。とりあえず午前中っていうか、その出かける前に動画の編集を終わらせて、エンコード、まあ、動画にする作業ですね、編集した動画を動画見れる状態にするための作業が終わっているので、これをまあこの日の夜に、はい、1本目ね、公開しようということで、プレミアム公開の準備をこのようにしております。はい、まあ、終わりましたので、まあ、こんなもすぐですね、1分2分で終わる作業です。はい、というわけで、飲みますやろ、そらもうな、メガネしてる時点でライブする気満々ですねプレイボール、まあ、中年パテモソチャンネル、このチャンネルに関しましてはもうメガネとかも気にせずやってます。もう私の記録なんで、メガネかけたパテモソ協会というおっさんを別に演じてるつもりもないんで、まあまあ飯動画のも演じてはないんですけどね、まあ、一応まあなんか変装ということでしてメガネしてるだけでこれがうめえんだよ、コープの牛すじコロッケ。翌週もね、買いました、翌週これうまかったんでね、今回2個入りやったんですけど、4個入り今回翌週は買いましたね。この冷麺もなかなかもう全部コープで買ってきてる。この冷麺また買おうかな。でもまあまあ高いんですよ、500円ぐらいするんですよこれ、このくせ、こんなのくせに。でもね、うまかったのよな。こんなん見てるとまた買いに行きたくなるな、腹減るな。うまいな、そらこれうまかったな。で300円ぐらいの安い海苔弁ですね、コープの安い海苔弁いいよな、だいたい300円台で売ってくれてますもん海苔弁。優しいよね、一人暮らしにね、いろいろ入ってるし。そしてそうね、久々に食ったカルピス巨峰、昔はよく買ってたんですけど最近買ってなかった、久々に食べてみようということで、くる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 目回してやろうと思ってやってます。回るわけないんだけどね、硬い。いや、そのスーパー行ったらね、このね、プラスチックにしますか気にしますかって言われてね、いやプラスチックつけてくれんや思ってさ、全部プラスチックのね、アイスめっちゃ買ってんけどね、プラスチックのねスプーン全部つけてくれた。プラスチックやって嬉しいね。そしてまあ昼寝ぶっこいて、夕方もう5時半前ですね。いやもう最近ちょっとね、寝すぎ、昼寝3時間ぐらい寝ちゃってるもんな。のどかすぎる夏休み最終日ですよ。もうぶっちゃけ全然取れ高ないかなと思ってたんやけどね、まあ、取れ高としてはないよなないけど無理やり動画
回してた感じかもしれんな。だって実際大して何もやってないもん散歩でうろちょろしただけですからね。まあというわけで、まあこんな日でもねウォーキングには行きます。いやもう本当ね習慣化してても歩かないと気持ち悪い。最近はねだけど夕方ウォーキングねやめたんですよ。朝に2時間ちょっとの散歩道でございます。はい、はい、ウォーキングしてますんでね。はい、さあというわけで行ってきます。まだまだねいい天気、これが5時半ぐらいの明るさですよね。ただこの日も、50分1時間ほど、じゃ1時間15分ほどウォーキングはしてるんで、これあの手やってますけど、後ろからね軽トラ来てんの気づかなくてさ恥ずかしかった。で前日ぐらいの雨でめちゃめちゃ山から水流れてたんで先行けなかったんで、あのあれ以上は先行かずに帰ってきましたね。でもう1時間もするとこんな夕焼け、6時半ぐらいですねこれがね、暗くなってんね。いやもう本当にお察しのよい、この T シャツで出てきてもうたんだよ、人ともおてんのにその辺でうろちょろしてると、俺この T シャツ着てたんやと思って帰り道で気づいたという。さすがにあれ着ててんの勇気いるよな。まあというわけでね恥ずかしめに気づかず帰ってまいりました。まあ途中で気づいてからね、見られないようにこそこそ帰りました。まあ猫ちに餌やり、そしてちょうど帰ってくると、まあ、6時半ぐらいになってたんでプレミアム公開 の、 参加する準備ですね。でもこれ始まりました、夜7時、はい。まあ、この時も、まあ、言った平日の夜やった割には40人ぐらいは来てくれてたんちゃうかな、 40、50人ぐらい多かったら来てくれたんじゃないかな。これは下にタイトルありますけども、ページ10の おっさんの夏休み2022 Day 1 の映像、はい。まあ、こんな感じでね、まあ、この時点で44人か、まあ、50人弱ぐらいやったんかな、ずっと来てくれてたのはね。いやただね4本の編集はねしんどかったな、やっぱ週1本できても2本やなってね実感しました。4本編集してみてね、プレミアム公開来てくれてありがとうございます。というわけでそのようですね。まあ言ったらもう最後の晩餐です、夏休み最後の晩餐、はい。これビスケットサンド、ビスケットサンドね、まあ、夜はね食ってないですよ、昼間結構食って酒も飲んでるんで、もう夜は酒いらねえかなと、アイスでもしばきながらね、ネットフリックスで、見てもダラダラしようと、思っておりました。ビスケットで挟もうって考えると天才な、これうまいよな、モナカより天才的な発想やと思うわ。また買おうこれ。というわけでまあこれね、やっぱ腹が減る、酒も飲んでないけど腹は減る、だけど締めラーメン、夏休みの締めにラーメンね酒の締めじゃなく夏休みの締めに、茹でて、時間6秒、これの和歌山バージョンはね飯動画のチャンネルの方で上げてます。でもうすでにこ の、 京都バージョンのやつも上げてるんですけど、作り方としては私のこの動画の作り方とは違うんですよね。もうこれに入れてこれで煮込むんですよ本当は。ただ私はね麺は別で茹でたい派なんで、まあこの時もスープと麺は別茹でにさせていただきました。絶対これ謎粉みたいなのか、もしくは謎油ついとるでしょこれ麺ってね、くっつかないように、なんでそれはもうちょっととりあえずねここでね処理しておきたいので、まあでも煮込みラーメンで書いてあるからな、本当はそのまま、スープと一緒に煮込みは、いいみたいなんですけども、まあねこの辺はね皆さんご自由にと。いいですねこの醤油でこのラーメンスープのこの透明感にこの細麺、そしてこの安っぽいメンマと、結構じゃしっかりしたメンマやな、この安っぽいチャーシュー、この脂身がねすごくてねすごい美味しかった、安っぽいうまさのあったチャーシューでございましたね。ネギは結構多めに入ってますね、これ200円ですよ。このチャーシューは私んちのやつね、残ってたチャーシューと追いネギをしております、はい。いやたまらんでしょこれ夜に、
10時とか11時ぐらいなのかな多分な、うん、まあ黒胡椒は振っておきます。こういうのがねいいんですよ、素朴な本当にね、こういうラーメン締めに最高ですよ、うん、食べましょう、うん、おこれまた買おう、でも近くのスーパーじゃねえんだよなこれな、売ってたの本当このね、あのいつもはね100円ぐらいで売ってるね姫太郎っていう安いラーメン、あれもうまいんですよ。でもねこっちの方がやっぱりね100円プラス200円するだけにねちょっとしっかりしてる麺に関しても、うん、姫太郎の麺はねあのほんまにあのスーパーで売ってる生麺で売ってる、中華そば中華麺みたいな感じで、ね、あんま好きじゃないんですよね、まあんま好きじゃない、あれはあれでいいんですけど、こっちはねあのちゃんとした細麺でラーメンの麺らしい麺だったんで、うん、これまた食いたいな、ぴったりの締めにぴったりのラーメンでございました。ごちそうさまでございました。おいしゅうございました。さて、まあ毎日この黄昏コーヒー私飲んでます。多分今か昨日ぐらいにあの、まあ、タイムセールやって2000円ぐらいで売ってたんですよね。また買いましたね。この間1箱買ったとこなんですけど、今だから新品2箱ありますね。まあコーヒーを飲むというのがね私の日課になってきましたね。最後の締めに酒の飲んだ締めとかにね、いや結構いいんですよねこのなんか酒の締めのコーヒー、とアイスクリームとかね、まあこれもアイスクリーム食べてあったんでこの日は食べてませんけど、甘いものとコーヒー最高でございます。いい感じですね。夏休み終わりました。ありがとうございました。というわけでね、まあもうこれで仕事の日の朝結構霧がかってたよな。ちょっと寝坊さんですね。6時半前ですね、この日から、朝2時間歩くのを始めたんかな確か。ルートを多分その新しいルートを開拓してたんですよ。2時間ルートをちょっと開拓しようと思ってこの日から、そのルート開拓をしております。でこの翌週に飲みの約束もあったんで、夜歩けない日もあるんで朝のうちに2時間歩くっていうルートをしときたかったと。1日分の歩くノルマは決まってますんで、エロビデがやっぱこう日本下にあったんですよ。もう一本あるやん思ってね、あ動画に入ってないわ、まあ、次の動画かな、そうそう朝から2時間歩くルールに今なってますんで、で毎回帰ってきたこうちゃんと顔と頭を水で 水シャワーしてますね。で飲むヨーグルト飲んでます、日々飲んでますこれもね、はい、まあ、というわけでこんな感じでね、これは副音声かなんかをアップロードして並んで仕事始まって朝から甥っ子来て中継で取りに来ております。喜んでます。金魚の餌をやるという使命はね、全うしておりますので、褒美をね使わさないわけにはいかない、持って行け。白あった、それ何味だった、カルピス味やったみたいやね。これいる、これプッチョとねミルキーですね、いるらしいな。気付けて帰りや、バイバイ、はい、見ていきよ、ちゃんともう言うてる前に夏休み終わりよるからな、まあ、安全確認ちゃんとしつけられとんな、えらいえらいぞ小僧、はい、まあ、というわけでね今回はこんな感じで終了となります。カメラ置いとったらピースしてたんで、もう映ってる言ってましたね、というわけで、夏休み4部作でしたけどなんとか終わりました。まあ、また次はお会いいたしましょう。中年パチョムソでした。ありがとうございました。